奥山由美子は、日本の実業家。人事、海外進出、職場環境改善を専門とする経営コンサルタント。株式会社カルチャリア代表取締役。国際人事コンサルタントとして、人事コンサルティング業や企業向け研修、職場環境改善指導、その他講演などを行う。東京都浅草出身。強立女子中、高等学校。 文化女子大学服装学科を卒業した後に、アパレル企業に就職。その後、語学専門会社へ転職。企業向け学研修プログラム作成や留学サポートを行う。1993年同社駐在員として、ニューヨークへの赴任を経験する。1993年、ニューヨーク、マンハッタンにて二人のアメリカ人と共に、異文化コミュニケーション HR 分野に特化した。 コンサルティングファーム、今コンサルティングを創業。マネージングパートナーとして、在米の日系企業向けに、約15年間1500社のコンサルティングを実施。当時は、日本と大きく異なる人事制度や雇用観光のため人事面で課題を抱える、日系企業が相次いだ。これらの課題を解決すべく、企業理念浸透時、ペイフォーパフォーマンスの構築と駐在員。 現地社員向けのグローバルマネジメント研修を開発、実施した。2006年6月2日には株式会社イマジナを創業。代表取締役兼、チーフカルチャーオフィサーとして経営及び、コンサルティング業に従事。2017年5月末をもって株式会社イマジナを売却2017年5月、ワークスタイル改革で未来を変えるをスローガンに、 職場環境改善を本格的なプロジェクトとする、目的の株式会社カルチャリアを設立。2020年10月、株式会社カルチャリアが新しく、研修動画配信サービス、ユニカル・ユニバーシティ・オブ・カルチュリアをスタート。アメーバブログ、国際人事コンサルタントユミ株式会社カルチャリア https コロンスラッシュスラッシュ unicul.jp スラッシュ。ありがとうございます。